社長はい、それでは、劇祭ショーの、最初の部分の動作の解説を行っていきます。まず相手の人がいると想定して、攻撃の人が、自分の中段を打ってくるので、こちらの人は前に踏み込みながら、こっち立ちになって逆に行くんですね。で、そのままこっちの人が前に出たらこっちに下がりますので、下がって上段を打ってくるので上段を打って逆に行く。で、相手の人が前に出たら中段を打ってくるので、この手を引き込みながら下段払いをやっていきます。はい、もう一度やってみます。このようにやっていくんですけど、特に一番注意しないといけないところですが、ここから上段受け逆突きをした後に相手の手をしっかりここから引き込んできて下段払いをするイメージをすることによって、溜めもできやすいと思いますので、ただここから下の方で筋肉カバーしながら下がっていくのではなくて、相手の手を左に引き込みながら下がって下段払いをするイメージを作るとキレも出やすいと思います。押す。はい、それでは背頭の受け、それから手刀の下段払い、この部分について解説をしていきます。相手の人がついてきたのに対してしっかりと背頭の中継をして手刀の下段払いをするんですが、中継をする際にこのようにただ外から回すような受けだと相手の拳が中に入ってしまってしっかりと受けきれないので、若干遠くから自分の方にこう引き込む感じ、こう外にこうただ回すのではなく自分の方に最後に脇を締めて引き込むイメージで受けてあげるといいと思います。また今度は相手が、自分の方に深く踏み込んできた場合、その場合には受けた後に下段払いで投げることもできますので、さっきのように受けて手刀の下段払いで攻撃をするイメージや、受けてから今度は投げるイメージ、これによって、キレも変わってくると思いますので、自分なりのイメージを持って、肩を打ってみるといいと思います。押す。はい、それでは劇祭ショーの最後の部分、手刀受けから背頭掛け受けて、それから回し受け、ここの部分の解説をしていきたいと思います。攻撃の人が、踏み込みながら上段を打ってくるのに対し、このように、手刀受けをしていきます。手刀回し受けのようにここから回しているとも間に合わないので、肩通りの耳の内から、相手の側面に転身しながら受けるようにします。そのまま、肩では下がるんですが、実際に使うときには相手の方に一歩踏み込みながら背頭で相手の背中を引っ掛けて脇腹に来て、この状態になると、こっちの手が顔面に向ける状態に相手の人が顔面についていきます。それを回し受けで受けて、小手で押すようにします。もう一度いきます。相手の人がついてきたのに対して、手刀を背頭掛けから抜いて、上段をついてきたのを小手でこのようにしていきます。
反対向き、分かりにくいと思うので反対向きにいきます。ついて抱いて、下を受け、しっかりかけて、脇腹に打ってです。で上段をついてくるので、ぐるっと回して、そこから小手で相手の鎖骨と下腹部を、下腹部の部分を押すようにします。分解の意味を考えながらしてやると、肩にも、メリハリもできて、肩の意味を理解しながらやってると体も上手に使えてくると思うので、参考にしてみてください。